今回からどういうわけか私、飯塚真由美がクラブエスカフローネの司会をすることになりました。実はお店の場所も変わったんですよね。確かこの辺りに、あ、あったあった。飯塚真由美ちゃんの鋭いツッコミに今だから話せる制作秘話が次々と登場。それでは3人のデザイナーが打ち明ける白熱トークの後半をお楽しみください。今までで一番印象に残ってるシーンとかってありますか？シーンって自分で書いたシーンなんですけど、5話でクルセイドから美湾に瞳が走り幅跳びで飛び乗るシーンありますよね、はい、あれが書いてる時にこれは多分見てる人笑うだろうなっていう笑うだろうなっていうのほら嘘だって言われるだろうなと思いながら書いてたんですけど、フィルム見てたらそんなにそのなんていうかそう笑われる方向のフィルムにはなってなかったんで、ああよかったっていう。やっぱり戦闘シーンになっちゃうんですけど、エスカフローネが流撃隊を全滅させるシーンがありますよね、あそこのやっぱり剣撃っていうかもうすごかったですね。もうあ危機迫ったものが、そうですよね、音楽的な盛り上がりもなんかすごかったし、精神状態が画面に出たなっていう感じはしましたけど、やってた時の危機迫る精神状態が、そうですよね、出てましたね、嬉しかった、来てましたね、あれは嬉しかったですね。佐野さん、僕もやっぱり、そのシーンもそうなんですけど、あと、オープニング の白澤とたスカフローネ のロングのやっぱり剣劇、あれが美しく、原画中村君という方が書いたんですけれども、すごく綺麗に動いてるんで、ああいうなんかちょっとメカものなんだけど、ちょっと女性のシルエットっていう感じをちょっと今回意識しましたんで、それが出たかなっていうのは、精神的な部分を演技に出したいなと思ってたところがちょっとありましたんで、なんぼか出たかなっていう。最終回のね、白澤とエスカフローネの原劇シーンも中村さんですよね。あれもいいですよね。じゃあやっぱり思い入れのあるキャラクターっていうのはやっぱりメカになるんですかね。いや声入るとね、じゃあそれぞれ誰ですか？もうやっぱりバーンですかね。なんか今回瞳が主人公のはずなのに、なんか結構バーンが食っちゃってる部分があったりとかやっぱりそれ男としてその書きやすいですよね、あとやっぱり瞳っていうのは今の高校生は分かんないやっていうのが、でも瞳は今の高校生っぽくはないですよね、今のなんていうそんな派手な感じは。そうですね、僕は脇役が好きなんで、ガデスとか好きですね。なんかクルセイドに乗ってる人間の方が一番なんか人間的でそうで、なんかああいう人がいるとなんかこうそうですね、ドラマに深みが出そうな感じがしますね、すごく頼りがいがありそうですね。そうですね、なんか、なんかあの人がいるだけでなんかこうなんか、周りを木を立ちてもなんかこう生き生きとしていて、なんか、なんかクルセイドの中にもなんかこう人間的な部分っていうのがなんかすごく、出てくるんじゃないかなという感じがしてて、好きですね。なんかでは佐野さんいかがですか？これやっぱり今回徹しましたんで、やっぱりエスカフローネですね。一番やっぱり書きづらかったっていうのもあります。それはうまく消化できた時にやっぱりうまく書けたなっていう喜びもありましたんで、やっぱりエスカフローネになりますね、あとドラゴンエスカも本当好きで、これもやっぱどう書きゃいいのかなってやっぱ悩んだんですけれども、書いてみると結構楽しめて書けたんで、よかったなって。毎回シナリオ会議っていうのを僕らが作業してる横っちょの方でやってたんです。
だからその時にその笑い声が聞こえてくるんですよね。だから僕らはもう、あ、また俺らを苦しめることを考えて笑ってるぜってなんかもう川森さんはもういろんなアイデアを出してきて、それでどう見せるかっていう、で茜君も何か自分に引っかかるこのアイデアがあったらそれをどうフィルムで見せるか、もうあれですね、あんまりこうすごいことはやらないでほしい。やっぱり川森さんってやっぱり変形の神様だなとかね、やっぱりね。エスカフローネ、その人型としてのエスカフローネのデザインっていうのは随分もう固まっててですね、もうこれでいけるんじゃないかなっていうぐらいまでかなりまとまってて、こっちもなんか人を安心してたところだったんですけど、そこでいきなりこれ竜に変形したら面白いよねとか言って言い出してですね、あ、無邪気だなとか思ったんですけど、でもまあ変形方法なんかをこう川森さんの方からこうアイデアをこう出してくれてですね、まあ、これそれをこちらでこう形にしていくっていう作業を川森さんとこうキャッチボールでやっていてですね、あ、川森さんってやっぱり偏見に関しては本当に妥協しない人だなっていうのをつくづく感じましたね、やっぱり、やっぱりこだわりがあるんですね。そうですね、やっぱりもう本当に、で、まあ、なおかつ、まあ、茜さんの方からのね、その、まあ、甲冑っぽくっていうラインもまあ崩さずに、うまくドラゴン甲冑っていうもうなんかそのファンタジーの要素を固めたようなね、なんかこうロボットがうまくできたんじゃないかなっていう、お二人の本当に力ですよね。エスカフローネは、僕にとっては、ロボットアニメとしては、初めてのメニューカデザインになりまして、大変苦労もしたんですが、大変素晴らしい作品に恵まれたなと、思っております。作画の方も大変素晴らしくって、自分の描いたメガがというかロボットがもうあのようにかっこよく動くっていうのは本当に感動しました。もう他の芝居なんかも大変素晴らしいんで、ぜひまたレーザーディスクで何遍も見直してみてください。そうですか、ガンダムじゃなければいいなと思ってたんですけどでもその辺やっぱりもう全然違う音作りされてましてですね、もう一から音を作ったっていう感じの音で、やっぱり良かったですね。いや、だから今回すごい生の音っていうのがたくさん入ってた、あれにはびっくりしましたね。だからなんとか、だからその絵に今度厚みが出てくるっていう音の付け方とか音楽の付け方とかっていうのが、なんか今までやってたロボットの出てくるアニメーションとはちょっと違ってたっていう。やっぱりガンダムなんかとは、まあ、動力とかは全然違うわけですからね、いわゆるそうですね、サーボモーターの音であるとか、そういうまあ、ハイテクな音を極力避けてほしいなとか思ってたんですけれどハイテクな音っていうのは、ピコピコピコ、まあ、油圧シリンダーの音ですとか、なんか、まあ、そういうのが、まあ、いわゆる、まあ、現代的なその作業機械の音であるとか、なんかそういうものではなくて、なんかこう要はエスカフローネって機械仕掛けではあるけど、まあ、いわゆるもうどっちかというと今 の、まあ、エンジンというよりはエンジンやモーターというよりはゼンマイ仕掛けっていうイメージなんですよね、からくり人形のような、そう、茜さんからからくり人形のようなそこのイメージっていうのもあったんですけれど、だから、まあ、そういう部分でうまく音を、作られてたなっていう、あれすごかったですよね、刀抜くときに鞘の中を擦れる音が入ってたの、そういう細かいの、あと、地面によって音が違った時はちょっと、ね、わ、ゾクゾクっと、わあ、すごい、そうですよね。今だから言える失敗談とか懺悔とか、そういうことって何かありますか？声優さんに一番懺悔しなくちゃいけないえ、どういったところがですか？アフレコの時のね、フィルムがそうですねとか言って、まあ戦闘いつも戦ってましたね何かありますか？そうですね、ないですって言いたいですけどでもやっぱりそうですね、まあエスカはちょっと作画さんにちょっとかなり負担をかけたんじゃないかなっていうデザインなんですけど、これはもう川森さんの方から、まあ、変形だとかですね、なんかいろいろな
難しい条件がつけられたものですから、複雑な映画になってしまったんですけれど、まあ、あとコックピットなんかもですね、はい、かなり複雑なものになってしまったんで、本当あれもっとあの毎回毎回でも使ってもらいたいぐらいによくあのかけてたもんですから、まあ、逆にこちらの希望としてなんか、もっとなんかあの装着チームがもっとたくさんやってくれないかなっていうのはなんかね、あったりしましたけれど、しんどいから嫌いやあったらバンクでいいんですよ、バンクで2話と生でしたっけ、あれあんまり聞かなかったですよね、聞かなかった、そうですよね、だから毎回でもあの自分としてやってくれると嬉しかったなっていうなんかねかっこよかったもんですから、まあそれやるとやっぱりこうメカモノになっちゃうのかなっていう、なんか出撃の時にね、なんかこう着込むみたいなことをやっちゃうとやっぱりメカモノになっちゃうのかなっていう気もしますけれど、やっぱりあのどうしても考えてしまうのがやっぱりあの後半中盤からやっぱ慣れてきちゃうんで、どうしても最初よりはスピードが上がるわけなんですよね、もう見なくても書けるようになっちゃうんで、それがもっと早いうちからっていうのをいつも作品を思うんですけれども、あとやっぱりゆっくり動かすってやっちゃったんで、それはちょっとあるかなってそれ作家の人に対してですか、そうです、なんですよね、枚数かかっちゃいますもんね、やっぱり。もし続編があるとしたらどんなものを想像しますか。続編、瞳の今後ですかねそれあまり見たくないやっぱり見たくないっていうのは、まあ、あれはテレビの方は、まあ、いい終わり方してると思うんで、やっぱりね、なんか、あなたどうこうになって、ちょっとやっぱりなんか、完結しすぎるぐらいしちゃってますからね、そうですよね、だからあのあと、を書くのが辛いのかな、あの時のあの熱をまたもどう持っていこうかっていうのが、やっぱりやりたいことを結構やっちゃったんで、あの次どう変わってだとか、どう違う感じを出せればかとか、そういうのにどう熱を入れていけれるかなっていうのが、あの完全燃焼じゃないですけど結構もう入れ込んでやっちゃったんで、まあファンの方が見たいって言えば見させるのがやっぱり僕らの仕事ですからあれですけれども、メカモノのエスカっていうのもちょっと見たい感じがしますけれどね、もう少しこうロボットアニメアニメしたなんかエスカフロネっていうのもちょっと見てみたいなっていう気もね、ビームとかいやそうじゃないミサイルがそうじゃないですよ、違います、ドッカン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 っていうかね、もっとこうあのそういう敵の財閥派のメカのこう発展の仕方であるとかですね、そういうものをもうちょっと描いていったのもちょっと見たいなっていう気もね、あとはもっとあの飛行船や岩船を使ったですね、もう大空中戦のアクションでありますとか、そういうのが見たいなという気はしますね、何か。前編後編でお届けしたクラブエスカフローネスタッフ編、次回からは最終シリーズ、エスカフローネを語るにはあの人しかいないというゲストが登場します。どうぞお楽しみに。